今日は小松菜の本当に美味しい食べ方ね、ちょっと教えたいんだけれども、小松菜って葉っぱを食べるじゃん、普通ね。スーパーにはもう葉っぱ売ってるんだけれども、それよりも何よりも美味しいのが、この花芽。この花ね。要は油中だから、まあ菜の花と言ってもいいんだけれども、この花芽がすごく美味しいのよ。葉っぱよりも美味しい。えぐみも何もなくさ。なんだろう、すっきりした味わいでさ、すごく美味しい。なんだろう、語彙力がねえんだけども、ね。葉っぱ食べるよりもこれが好き。で、どうやってこういう風に栽培するかっていうと、まあ、秋。青森の場合で言えば、まあ、9月頃にでも巻いて、育てて、それを収穫しないで置いといて、雪の下にして、春になれば、まあ、こういう風に花がいっぱい出てくるわけだ。で、こういう風にさ、1本目、大きいやつ。こっち例えるわかりやすいな。これ1本があるんだけども、この1本真ん中プチッと折ると、ね、その脇からいっぱい出てくるのよ。ね、脇から。これをどんどん取って食べ続けるっていう。もう無限に取れる。すんごい取れる。もうすでに何回も取ってるから、まあ、こうやってさ、いっぱいあるんだよ。ね。ほら。で、これどういう風に食べるかって言えば、茹でておひたしにして食べてもいいし、まあ、うちは、麺つゆとわさび。で、あえて食べたり、そこにかまぼこ入れて食べたりとかね、カニカマもいいね。うん。そういう風に食べると美味しい。すごく美味しい。なんぼでも食える。いくらでも食える。本当に美味しい。で、じゃあなんでここさ、まあ、最初の一本取ってないのっていうと、これこのまま花咲かせて種取るためにやってます。種取って、それをまた使って、来年の春、こういう風に葉っぱを、葉っぱじゃないや、葉っぱじゃなくて、お花をね、食べようっていうね、三段なんですよ。種も買わず、種は取って、ね、もともと F1 品種になるんだよね。だから、本当は種取りがね、すると形質が変わるって言うんだけど、まあ大丈夫大丈夫。取れた、いけた。いけないかと思ったけど、やってみたらいけた。ね。でこうやって、いっぱい取ってさ、これも残しとく、残しとく、とくか。ね。こうやってさ、よいしょ。っていう感じで取って、ね。で、茹でて、俺はかまぼこと一緒に、麺つゆとか、なんだっけ、麺つゆとわさび。まあもしくはからしでもいいね。うん。あえて食べるっていうのが、まあもう毎年の楽しみだよね。小松菜、葉っぱ食べるよりもずっとこの方が美味しいんでね。もしね、余裕がある人は、畑に余裕がある人は、こういうのもやってみてほしいなと。冬越しさせて、まあ、ほっとけばいいだけだから、春になれば勝手に花咲いてくれるんで、ね、菜の花として食べて、いいなと。同じことを白菜とかキャベツもできるんで、やってみてほしいなと思います。すごい美味しいんで。俺は小松菜が一番おすすめかな。管理しやすいし、数が多いから。キャベツとか白菜だと、ね、あのでっかいの1個から、まあ、数個し、要するに1株から、1株だからね、小松菜になればもう何株もある中からいくらでも取れるから、小松菜が一番おすすめ。なんでやってみてほしいなと思います。